自然療法チャンネルブナの森です。テニス肘って何ということで、結構テニス肘について相談を受けるので、テニス肘についてやっていきたいと思います。テニス肘とは、背景に老化現象があります。例えば野球肘というのがあるんですが、これは成長期に起こる肘の痛みです。それと対照的にテニス肘というのは中年以降に起きるものです。上腕骨といって腕の上側の骨ですね、肩に近い方の、骨の、肘の近くに外側上髁という骨の出っ張りが外側にあります。でここに手首を背屈と言いまして、その、手の甲側ですねに手首をこう曲げる筋肉がつく、ついてます、外側上髁に。で例えばほうきを持ってですね、手の甲側に吐くような動作で使います。あとはそのよくその症状が出るっていうのが、お風呂の桶でお湯を汲むとか、フライパンを持つとか、蓋をこう開けるのに力を入れる、まあ握力を使うような時に肘が痛いっていうような症状が出てきます。まあこういう動作に関連する筋肉がこの外側上髁にくっついてて、まあ、繰り返し繰り返しその動作を行うことで、付着部のところに炎症を起こすというのがテニス肘です。で、外側上髁っていうのはこの矢印のところですね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、これは、腕で矢印が肘のところで、矢印のところに外側上髁というのがあります。で、この辺の筋肉ですね、これみんな同じですけど、ちょっとまあ大きさが違ったり角度が違ったりするだけで、全部肘周辺の、イラストです。で、この辺の筋肉ですね、まあ手首を背屈させる筋肉があって、この外側上髁という矢印で示したところにくっついてます。でこれ繰り返し繰り返し筋肉が収縮することで、この付着部が炎症を起こすというものです。で結構長い筋肉、手首を超えるような、筋肉ですので、まあこう割と長いんですね、この手首よりも先についてます。でここがこう収縮することで、この矢印のところが常にこう引っ張られるようになっちゃうんですね。で直にこう引っ張られないようにするために、テニスエルボーサポーターっていうのをこの手前にギュッと縛るようにつけます。よく肘のサポーターっていうと靴下のように全部肘を覆ってつけるようなイメージがあるんですけど、まああれだと保温の役目にはいいんですけど、このテニステニス肘にはまああまり使わないっていうか、別に使ってもいいんですけど、テニスエルボーサポーターっていうのはこの外側上髁よりも下側につけることで、ここに支点を1個作るんですね。じゃあ次のイラストいきます。ここです。ここに外側上髁があって、テニスエルボーサポーターをこの下のところにつけます。ここで1個支点を入れることで、外側上髁が直に引っ張られないようにします。で意外と鍼灸治療が効きます。針に低周波を流す治療が有効です。で針だとか灸をやることによって、まあ、鎮痛効果があって痛みが止まると。で炎症が改善ということで白血球が活発になる。これはどういうことかっていうと、針も灸も侵害刺激って言って意図的に体を傷つけるんですね。でそれを治させるんですけど、その時に白血球が活発になります。でその白血球が活発になって炎症を止めることで根本的な治療になります。でさらにテニスエルボーサポーターをつけることで、直に引っ張られないように、することができます。まあ、これが、大体テニスエルボーの、治療になります。
他にも、超音波だとか低周波だとか物理療法はあるんですけど、今回はハリキューの治療とテニスエルボーサポーターを、紹介させていただきました。他にもストレッチだとかマッサージとか、有効ですので、やってみてください。今日は以上になります。よかったらチャンネル登録と、グッドボタンをお願いします。